干し柿は秋のよく晴れた日に天日に干され作られる。富士山の裾野で干される吊るし柿。干し柿干し柿は柿の果実を乾燥させた食品でドライフルーツの一種である。コロ柿、白柿とも呼ぶ。日本、朝鮮半島、中国大陸、台湾、ベトナムなどで作られている。日系移民によって アメリカ合衆国のカリフォルニア州にも干し柿の製法が伝えられた。雨に当たらないよう屋内に吊るされる干し柿、干し柿に用いられる柿はそのままでは食べられない渋柿であり乾燥させることにより渋柿の可用性のタンニンが不要性に変わって渋みがなくなり甘みが強く感じられるようになる。乾燥させずに生殖される甘柿とは風味や食感が大幅に異なるため、 甘柿が苦手でも干し柿は平気で食べる人もいるし、逆に甘柿が好きでも干し柿が苦手な人もいる。甘柿は渋柿と違って渋抜きをせずに食べられるが、糖度そのものは渋柿の方がはるかに高いため、甘柿を干し柿にしても渋柿ほどには甘くならない。表面に白い粉が付着していることが多いが、これは柿の実の糖分が、 結晶化したものである。主に、マニトール、ブドウ糖、カ糖、初糖からなる。日本では、かつてこれを集めて、砂糖の代用とし、中国ではこれを、柿草と呼んで生薬とした。干し柿に使う渋柿は、乾燥しやすいよう、果実が小型の品種が用いられることが多い。渋柿の主な品種として、日本では、甲州百目、市高木山やくれない柿、 道場八夜柿、三社柿などが挙げられる。中国大陸では、河南省慶洋市の水柿、山東省沢市の総集、鏡面柿、潜西省の牛心柿、尖柿,柿などが挙げられる。台湾では、新築県の四角に近い形の石柿が挙げられる。吊るが垣田の乾燥食品と同様に古くは、冬の保存食であったと伝わる。柿の木は、 東アジア原産で日本や韓国、中国に多くの在来品種があり、人々はもともと秋になったまま自然に完熟し渋みが抜け甘くなったものを食していたと思われ、人間が食べる以前に野生の動物や鳥に多くが食べられていた。水分の多い自然の熟した牡蠣は食べられる時期も一瞬であり、熟しすぎて腐敗食中毒の危険もあった。 果実としての柿は、節問開示にも、都市的記載があり、中国で古代から栽培されており、6世紀の生民用術でも干し柿の作り方のほか、悪を使ったしぼ抜き法が示されている。日本での干し柿の存在が確認できるのは、平安時代に完成した演技式に、祭礼用の歌詞として記載である。日本での甘柿の登場は、鎌倉時代以降であり、 星柿の歴史は甘柿よりも古い。古くは枝ごと天日乾燥する原始的なものだったが、やがて串に刺した串柿となり、明治以後は現在のようにヘタを紐で結んでぶら下げる干し方が一般となった。季節の風物詩にもなっている吊柿戦国時代の頃より美濃地方の名産品になっており、織田信長が治療の名物としてルイス・フロイスに送った絵図がある。 この際、フロイスはおそらく星垣のことを知らず、星一軸の一種と誤解していた。星一軸は、ヨーロッパでは、一般的なドライフルーツである。1900年に開催されたパリ万国博覧会に、岐阜県の道場八夜垣が出品されて、銀杯を受賞。1904年のセントルイス万国博覧会では金杯を受賞した。公州百目の星垣作り、 日本では、下手に柄と枝の一部のついた柿の実の下皮を剥き、枝と柄の T 字型の部分を紐で結ぶ。この T 字型の部分を金付きの道具に例えて、種目と呼ぶ。一本の紐に数個から十数個の皮を剥いた柿を、結んで、レント、なし、ウロを避け、通風を良くするために、柿を結んだ紐を、家のの木先などの屋根の下に吊るして、乾燥させる。乾燥は、 天気の安定した時期に行う。乾燥の開始から10日前後で表面が乾いてくる。この時に身をつまみもむことで干し柿の味が違ってくる。さらに10日ほど乾燥させれば完成する。この製法から吊るし柿とも呼ばれる。種目を結ぶ紐は最近ではポリプロピレン製が主流であるが、元来は白の葉、トウモロコシの実の外皮、麻などを使用した。 完全に乾燥させずに、水分を十分に残して果肉が、まだ柔らかい状態でも、渋みがなくなるため、この状態で食べる場合もある。その場合は乾燥させた干し柿と熟した柿の中間的な風味、食感となる。ただしこの状態では、カビが生えやすく、長期間の保存はできない。そういった水分を残した干し柿を、異様で燻上してある、程度保存が効くようにしたものを、 安保柿という。かつてはそのまま乾燥させた試しが入っていて、当たり前であったが、現在は種抜き後に乾燥させる種なしの干し柿もある。和歌山県桂木町や橋本市などでは小さい柿を竹串に刺して干した串柿が作られており、正月の鏡餅の飾りなどに用いられる。中国の柿餅、中国では一般に籠に並べて天日干しにすることが多いため、 ヘタが中心部にある円盤状の星し柿となり、柿餅と呼ばれる。中国語の餅は円盤状のものを言う。皮を剥く方法として、足踏みなどで動く回転式皮剥き機がよく使われている。この外、水酸化ナトリウムを加えたエチルアルコールに浸してから水酸化ナトリウム水溶液に2分ほどつけて皮を溶かす方法も用いられている乾燥は一般的に 柿部類と呼ばれる直径1メートルほどの粗い目の籠にヘタが上になるように並べ籠を竹などを組んで作った棚に置き日干しにする約10日でヘタが落ち込むようにしなびるので平らに押しつぶしてひっくり返して干す約3日ごとに同じように押してはひっくり返す作業を表面が湿らなくなるまで3から4回繰り返す他に紐でヘタを結んで吊るす方法もあり その場合も、途中で紐から外して平らになるように押して成形し、カゴで火干しすることが多い。ただし、日本への輸出向けに作られているものは、日本の干し方に準ずる。また、天日干しの他に、摂氏40度ほどの温風を当てて、人工的に乾燥させる方法もある。乾燥しすぎない状態で、基礎と呼ばれる工程を行う。亀に干した柿の皮を敷き、 日干しした柿を二つずつ、下手側を合わせるようにして並べ入れ、上にまた柿の皮を敷き、順に何層もいっぱいになるまで詰めて蓋をし、冷たい場所で保存すると、表面に霜が十分に出る。霜が出た後、亀から取り出して少し日干しし、カビが出たり、霜が溶けてしまわないようにする。保存や出荷には、目の洗いカゴを使い、さらに水分を減らしたり、湖を吹かせたりする。 中国大陸の産地としては、山西省、仙西省、河南省、山東省などの河北、河中が多いが、河南では、福建省、英大県が産地として著名である。台湾では八家が多い新築県の新保鎮、北保郷、ガビ里などが、柿餅の産地としてよく知られているが、中国大陸部と同様に籠に並べて、天日干しにする。朝鮮半島では、と呼ぶ。 日本のように紐で軸をくくって、吊るし柿にすることが多いが、中国と同じく籠に並べて、天日干しにするものもある。また竹串に刺す串柿も作られる。韓国には、干してからヘタを切り落として、中の種を取り、揚げくるみを入れた、または、干し柿を切り開いて揚げくるみを巻いた、と呼ばれるものもある。また、生姜、シナモンと合わせて、湯で煎じ、スジョングアと呼ばれる。 韓国伝統茶の一種として飲むことも行われる。最も多い栄養成分は炭水化物である。水分が減っている分、高カロリーな食品となっている。食物繊維も豊富である。他に、ミネラルとして、マンガン、カリウムも多い。柿は、ビタミン C が豊富で、生の大きいものならば1個で1日に必要な量は、補給できるが、 ビタミン C は干し柿にするとなくなり、その代わりにベータカロチンが増える。しかし、食べすぎると、タンニンの作用で鉄分の吸収が妨げられるという悪影響があるので、1日に食べる量は1、2個が良いと、される。他にも柿自体に悪酔い防止作用があり、二日酔いの時によく熟した甘柿を一つ食べると気分が良くなると、されている。中国では、 かき餅は、生薬の一つにもなっており、日曜本草、本草項目などに記載がある。本草項目は、こを吹いた白書きの性質を、肝、平ら、渋、無毒、粉のないカラス書きを、肝、温、無毒としている。主に、肺を潤し、止血、下痢止めの作用があるとされる。また、 表面の白い粉を柿層と称し、性質は、缶、量、喉を潤し、清熱、炭を切る作用があるとされる。柿層は粉を刷毛で集め、鍋で熱して液状にしてから、型に入れて固め、生薬として流通させる。なお、下手も、指定と称し、性質は、苦渋、平ら、ヒドロキシトリテルペン酸、ブドウ糖、タンリンなどを含み、煎じて飲むと、 シャックリやゲップに効くとされる。ありがとうございます。